こんにちは。今日はカウンセリングのあれこれ本当のことを聞いてみた、はい、ということで、はい、カウンセラーののりたけさんにガチの質問をいろいろぶつけてみたいと思います。、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず、よくある質問というかもうぶっちゃけた質問なんですけど、はい、カウンセリング意味ないみたいな、はい、まあ、よくキーワードとか、まあ、ツイッターとかそういうところでワードとして上がってくるんですけど、こういうのについてどう思われます？そうですね、やっても意味あるのみたいな、やったことない人が多いのかな、とかかな、そうですね。カウンセリングはまあ意味あるかないかって言われたら意味はありますね。はい、なんでかっていうと、まあ本当にどんなにね、話がこう苦手な人でも、人間って人の中にこう話したい欲求っていうものが存在してるんですよ。それはまあ表現の欲求っていうものがあって、まあその話すっていうことによって、すっきりですよね。すっきり、気持ちがすっきりして、悩みが整理されて、少しずつこう前にね、進むことができるようになるっていう、まあそういう状況になれるからですよね。ただそういう状況になるにはカウンセラーがカウンセリングというものができているってことが条件になりますね。はい、もしカウンセリングを受けてみてなんかこう意味がないなっていうか何も感じられないなと思ったら、そこはもしかしたら一つのね一個の理由として考えられるのは、カウンセラーがそのね相談者の方のお話を傾聴をできてなかったか、それとも受容できてないとか共感できてないとか、そういったその双方の何かね受け取りっていうところでちょっとカウンセラーがそういう状況になってたっていうことも考えられますよね。すっきりすることによって、欲求が満たされて、悩みが解決に向かう、整理されるっていうかね。そうですね、そっちが近いと思いますね。先にすっきりがあって、その後整理されていって、その後、解決に向かうっていう、その手順を一通りするのに、カウンセラーさんの技量が必要だっていうことですね。はい、そうですね、そこは対話になってきますので、カウンセラーさんがただ聞く、聞くってね簡単なようなんですけど、ただその聞くっていうことの中にどんなことがある、やってるのかなっていうかね、気持ちをねすり合わせたりもしますし、ただはいはいって聞いてるっていうことでは人はやっぱり癒されないんですよね。そこの部分ですね、技量というのは、目安としては、相談したけれども何か手応えがないとか、聞いてもらってる感じがしないとか、そういう場合はちょっと意味ないですよってことですよね。そうですね、意味ないから別の人に考えてもらった方がいいっていう、そうですね、カウンセラーさんも本当にいろんな方がいらっしゃいますし、正解っていうのはないんですよね、これって。違う人とカウンセリングすれば違うような形の時間がね流れますし、きっとこう来てよかったって思う方、受けてよかったって思う方、それぞれの感想も人が違えば、カウンセラーさんが違えば、受け手側も感想が違うと思うんですよ。どういうふうによかったかっていう意味が変わってくるので、そういう意味で、違うなと思ったら別の方をねちょっと探してみたりするっていうことはいいと思います、こう変わるとまた印象も変わるし、手応えも変わってくるので、その辺ですよね、違う感覚になれると思います、どんどん、ちょっと違うなと思ったら、違う人に変えてやった方がいいよっていうことですよね、そうですね、その人にこだわらずに、そうこだわらずに全然いいのかなと思っていて、悪いなとかそういうことは思わない方がいいですよね。一個目安なのは後味かもしれない。そのカウンセリング受けた後、終わってなんかもやんとするなとか、なんか言いたいこと言えなかったなとか、何かこう後味が悪い感じが残るってなると相性が悪いのかもしれませんし、カウンセラーさんが共感できてなかったりとか、そういうことがあったかもしれないし、自分が話しにくいタイプの人とかね、そういったいろんなことが重なってそういう思いで終わってるのかもしれないですよね。自分に合うカウンセラーさんを見つけるまで、いろんなカウンセラーさんをお試ししていくっていうのは結構大事だって、大事ですね。
ね、はい、うん、本当に大事だと思います。実際そういう方もいらっしゃいますし、うん、ずっとそういう方を求めて、うんうん、探し回るじゃないけど、うん、いろんな人のところに受けてようやくあこの人だって、うんうん、出会ったっていう方もいらっしゃいますので、うんうん、本当にそういういろん合わないなと思ってすぐね 2,3 回でもやめちゃうっていうよりは、うんうん、いろいろな人ね、うん、気になるって思った人にお話をしてみてもいいんじゃないかなって、そうすると違いが分かると思うので、うん、この方は話しやすい、あこの方は話せないなって分かると思うんです自分でも、うんうん、なのでそういう形でねいろいろな方にちょっと、うん、当たってみるっていうのも一つの方法だと思います、うん、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。